皆さんこんにちは、朝バー亀仙流チャンネルの朝バーです。今日はですね、こちら、ぐるぐるなります本店さんの、年末12月30日に開催されている年末レースの方に来ています。でこちらの方でですね、今日はいろいろなレース注目されているんですが、その中でも GP6 クラスの方にですね、各地区のチャンピオン、多数参加されていますので、今回は GP6 クラスをちょっと注目してご紹介していきたいと思います。はい、じゃあ食べます。はい、チーズ。はい、まず最初はですね、ミニスカップ関東大会で、GB6 クラス優勝された、箱根チャンプのゆうくんです。どうもお疲れ様です。また出ちゃいました今回は、中京チャンプ、関西チャンプ、あとミーティングチャンプなんかも参加している上に、GP6 には参加できない、一応ブーさんと CKD さんなんかも参加してますけども、今日の意気込みはカチさんも出てますかね、はい、今日のあと、ラウダさんなんかも出てるので、すごくレベル高いと思うんですけども、どうでしょう、今日の意気込みなどは。いや、意気込みも何もね、ちょっと仕事が忙しくて全然できてなかったんで、年明けてからじゃないですか、みんな。ホンダのね、ボディもみんな試すこともありますし、年入って落ち着いたらじゃないですかね。はい、頑張ってください。まだまだ手探りで頑張ります。はい、はい、それでは次はですね、ミニッツカップの関西ブロック大会で優勝された、和佐選手です。どうもお疲れ様です。どうもです。今日の意気込みはどうでしょうか。頑張ります。もうファイナル直前なので心折られないように頑張ります。普段とは違う、なんかちょっと爽やかな感じですね。いつもは今日俺が負けるわけないだろうぐらいな、やってる練習量が違うんだよぐらいのこと言ってると思うんですけども。いや、いつも謙虚ですよ、はい、爽やかで謙虚なキャラですで、こちらはあれですよね、下請けの方に塗っていただいたボディですよね。いや、下請けじゃない。お前ファイナル出ねえんだから塗ってくれよとかってなんか言ってたんですよ、ね、そんなこと一言も言ってないです。菅谷さんって方が、はい、カエルのピクルスでおなじみの、菅谷さんが塗ってくれたんですよね、はいはい、もう本当に菅谷さんのご好意で、はい、塗っていただきました。コンデレも取るような方なのに、そうそう、もう、はい、どんな脅しを使ったんですか。いやいやいや、何も脅しなんか何も使ってないです。ファイナル出ねえし、お前ひじまだろうとか、そんな一言も言ってないですいや、もう使うのがもったいないぐらいで、もう、はい、もうぶつけないように安全運転で頑張ります。はい、頑張ってください。はい、はい、それではお次はですね、直近で行われたばかりの中京ブロック大会で優勝された、ちょっと待って、名前何がいいですか。中さんです、はい、の中さんにお話を伺いたいと思います。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。代表権獲得おめでとうございます。ありがとうございます。これで先ほど関東チャンプと関西チャンプと、そして中京チャンプと、チャンピオンがすでに3人も揃い組みなんですけども今日の意気込みなんかお願いします。初見のレイアウトなんで、初見は下手くそなのでいっぱい走れるように頑張ります。和佐というすごく悪い人がいますのでですね、ぜひダーティーな走りされたりすると思いますけれども、負けないように頑張ってください。コースから外れないように頑張ります。マシンの方は何かこだわりのポイントとかありますかね。こだわりはと、説明書通りにスムーズに動くようにっていうのを気をつけて作ってますね、はいはい、でボディはサンサン、この緑のカラーリングというかサンサン、ね、の皆さん多分 V スペックよく使うと思うんですけど、ニスモにして、ニスモの方で、はい、ここが低いので、詰まった車とかにぶつかっても自分が転ばないんですよ。なるほど、ありました、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。そんなライバルラウダーさんが見守る中、ワッサン言いたいを出してください。ちなみにラウダーさんは今10秒7とか出してますからね。はい、続いてこちらはですね、今年のミニッツカップでは GP6 クラスにはレギュレーションの、関係で参加できていないんですけども、もし参加していれば、優勝候補にも慣れていたというブーさんのマシンになります。はい、こちらのジャックスカラーの R33 ですね、はい、こちらの方すごく今日好調みたいですので、今後ぜひ注目してください。ブーさんのマシンになります。
11秒前半のラップで非常に安定しております。力さんもそれに負けず劣らず、この2人が引っ張るか。ユンさんは11秒01、トーマスさん11秒06、ミケルさん11秒67。はい、こちらが、GP6 クラスの関東大会2位だったラウダ選手のマシンになります。赤いボディの R33 ですね。はい、こちらのラウダ選手も非常に、調子が良くて、優勝候補となっていますので、この赤いボディを、ぜひ注目してください。あれ、でもこれ練習走行ってアルカリなんですみんな。じゃあこれがそのまま予選の。はい、でこちらの方がですね、今年の、ミニッツミーティングの方で、GP6 クラス、優勝された住職選手の、スープラになりますね。どうもお疲れ様です。どうもお疲れ様です。はい、今年は、このミーティングの時点ではひょっとしたら GP6 クラスに出て、今年のファイナルで優勝を狙うんじゃないかと思ったんですけども、AWD の方に行ったということで、ね、権利くれなかったんですよ、これ勝ったのに。こちらのボディはこだわりのカラーリングなんですよね。これが80年代後半から90年代前半にかけてマンセル、 F1 のマンセルが使用したウィリアムズホンダ、後にウィリアムズルノーになったんですけど、この白青黄色のカラーがとっても好きで、そしてマンセルがとっても好きで、そのカラーを模して作ってみました。走りがすごいアグレッシブですもんね、マンセル。そうなんですよ、もうリタイアか勝つかのどっちかの男だったんで、このゼッケン5番の時良かったですよね。そうレッド5ですね、一応マジックで塗っときました。はい、はい、最近GP6 割と33使う人が多いですけども、その中で GR スープラということで、うちでも一緒だと思うんだけどね、分かんないけど、ぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。はい、ではこちらの方はですね、GP6 クラスには参加、ミニスカプラはしてないんですけども、出てたら間違いなく有力選手だった、CKD さん、近田さんです。どうもお疲れ様です。あ、お疲れ様です。はい、今日こちら、ちょっと忙しいところあれですけど、頑張ってください。いや、よく走りますね。ネオクラシックレーサーですよね。結構アドバンテージあるじゃないですか、これ。近田さんみたいに真ん中走る人には向いてます。はい、はい、ぜひこれで勝つとみんな買うと思いますので。わかりました。頑張ります。命運でやって頑張ってください。はい、頑張ります。頑張ってください。はい、はい、今現在、5時をちょっと過ぎたところですけれども、今度はですね、たこ焼きからなんと明石焼きを無料で提供していただけています。はい、出汁がすごく美味しいです。飲み物の方はこちらもフリードリンクなので、はい、現在こんな感じで、レースが進行しています。手元だけ撮らせてください。ごめんなさい、手元だけ撮ります。ありがとうございます。はい、 GP6 クラス予選第2ヒートですね。1回目の予選ではこの赤い車、ラウダー選手が暫定 TQ でした。はい、そして、後ろの、CK 近田さんですね、ネオクラシックレーサー、そして後列一番アウトのゆうくんが関東チャンピオンですので、ここからの巻き返しが期待です。さあ、予選2ヒート目どうなるでしょうか。はい、予選1ヒート目で暫定 TQ 取っている、ラウダー選手が逃げていますね。はい、2番手には CKD さんのネオクラシックレーサーがついてきています。かなり差を詰めていますね。ベストラップではネオクラシックレーサーの方に分があると言われているんですが、まさにそんなような展開になっているようです。関東チャンプのユウさんはかなりマシンが転んでちょっと辛いようですね。おっと、ここでどうだ、トップ2台が近くなった。
さん、その記録です。さらにね、ユータ4秒27、ユータ仙台1秒07、まだデータでスラップ。さあ上位トップ3がかなりいいペースで走っていますね。残り1分20秒、もったいない。でもまあ1ヒート目のタイムがあるのでどうなるでしょうか。ここで最後なんと逆転でしたね。なんと CKD さん逆転トップでした。どうでしょう、ジャンプアップの期待が持てそうです。さあ予選第2組第2ヒートですね。和佐選手登場です。和佐さん今何番手ぐらいですか。3番手ですか。さあここからの逆転 TQ を狙いたいところです。住職もいて、ブーさんもいる、すごいヒートとなっています。住職どうですか、いけそうですか。いやーポールしか興味ないですから。今何番手ぐらいですか。2番手。2番手と3番手のワサス選手、住職選手と、じゃライバルじゃないですよ。僕はそのなってるラウダーがタイムだけが興味あるんで、はい、ラウダー選手のトップタイムを抜くと、そうということで、やめろよ、次男だから次男だからやめてください。本当手術しなきゃいけないぐらいまずいんですよ俺の実YouTube で何言ってるんですか。もう一回やってんだから俺10年前にもう一回だねって言われちゃった。はい、ちょっと緊張感のない感じになりましたけれども、予選第2ヒートラウダー選手を超える選手は出てくるのでしょうか。スタート10秒前、有力選手揃っています。さあ注目、もっとストレートでかなりクラッシュがあった。わーっと、なんと地持ちの住職が TQ ですね。これは本当に逆転 TQ あるのか。2番手に和佐選手、予選2番手と3番手の選手が進んでますね。でもすぐに後ろからブー選手も追っかけてきてます。これはどうなるかわからないですね。ワンミスがイニチチルになりそうです。あ、和佐選手ちょっとミスがあった。さあ住職選手後ろから、ブー選手が猛追してますが逃げられるでしょうか。ブー選手のペースが相当速いですね。これはうー速っ。あ、もう追いついちゃった。さあ住職どうする、譲るのか抑えるのか。あ、譲った。さすが、みんな殺されるに決まってんじゃないはい、ここでトップはブー選手、かなりペースが速いようなのでこのままミスなくいけば逆転 TQ もあるんじゃないでしょうか。さあブー選手本領発揮だ、一体何をしてきたのか。さあブー選手先ほどはカラーリング違うボディだった気がするんですけど、ここに来てボディを変えてきたのかもしれないですね。お、なんとアベレージを上回っているそうです。この分でいくと、これはレース後車検があるか。なんか充電してるっすか。充電してますか。あ、止まった、見せた。聞こえたのかもしれないですね。いやでもこれブーさん早いですね。後ろ相当引き離してますね。残り40秒、さあどうなんだ。ちょっとミスがあったけどもそれを差し引いてもラップタイムがめっちゃ早い。さあ
もうここしか輝けるところはないと本人も言ってる、ブー選手どうでしょう。 TQ 逆転いけるのか。残り10秒、さあここでファイナルラップに入った。まとめられるのか。入りました。どうだ。はい、それでは予選が終了しました。はい、 GP6 クラス TQ を獲得したのは、ブー選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。予選でなんかボディが変わったようですけれども、ブー選手充電しないでくださいよピーって入れなきゃダメになっちゃうじゃないですか。よく取っといてください。なんかアルカリこれで入れるらしいです。それでブーちゃんが早かったの。違います。なんかちょっと手が震えてない。大丈夫ですか。やっぱりはね、ちょっとプルプルしてるね。これボディ変えたのは何か意味があったんですか。いや、こっちの方が慣れてるんで、こっちもよくいいかなと。あ、視認性の問題みたいな感じ で、はい、そうですね。なるほど。やっぱり視認性変えると全然操作しやすかったみたいな。はい、そうです。うんうん、まあ、本当にすごく早かったので、まあ、この調子で、まあ、今回ミニッツカップのファイナリストが結構たくさん出てますけれども、全員蹴散らして俺が輝くんだって、そんな感じですかね。そうですね。このやっぱ基本はこの吸気板。あ、吸気板。吸気板早いですね。これはエボじゃなくてあれですか、 VE ですか。 VE だよね。 VE プロ。 VE プロ。じゃあ今日のためにわざわざ VE プロ持ってきたということで。そうですね、今日のために作ってきました。なるほど。速さの秘訣は吸気板 VE プロということで、はい、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございします。はい、こちらの方が、予選2番手のラウダー選手でした。はい、あの1ヒート目2ヒート目ともトップゴールしてすごく安定した成績を残しています。まあ、ファイナルにも今回出場する、中では、トップ、順位ということで、ファイナルもちょっと今後向けてですね、すごく仕上がってるなというふうに感じました。先ほどちょっとお話を聞いたところですね、やっぱりもう普段はスーパーラジコン秋葉原店の方で、まあ、走っているんですけども、今回は、フルサイズの方にセッティングを変えたため、まあ、今の状態でスーラジを走るとやっぱちょっと転んでしまうそうなんですけれども、こちら今フルサイズの方にセッティングを合わせているので調子がいいという話でした。はい、というわけでこちらが、先ほどこのマンセルのボディということでご紹介をさせていただいた、住職選手です。予選3番手お疲れ様でした。電池ですよ、電池。あの小泉って人はきっと何かしてますよああいう人は、ね、テロップで個人の感想ですって入ってますけど、ね、絶対あれ充電したりなんかしたりしてるんですよ。いやー、でもだけどあんなにすると8分持たないっていうのも知ってるんですよ。だからああいうやつは6分過ぎに痛い目に遭うと俺は期待してます。なるほど、はい。まあ、ミーティングでチャンピオンで8分走り切ってぶっちぎりで優勝した人の話なんで、まあ、重みがあるので、俺はポッケに入れて温める程度にしときます。はい、はい、決勝頑張ってください。頑張ります。はい、限界までよね、温める。やめてください、俺の秘密なんですから。ちょっとあ、いいね、いいね、いいね、ちょうどいいですねはい、GP6 クラス予選4番手のワサ選手です。お疲れ様でした。です、どうですかこの4位という順位に関しては。いや、もうちょっと心折れかかってます。もう涙ちょっと切れそうです決勝頑張ります。はい、まあ、こちら決勝はどのボディ使うんですか。こちらの、こちらですね、はい、せっかく菅谷さんが塗っていただいたボディということですので、はい、ちょっと上位の選手かなり早いですけども、はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。それでは予選5番手になりました中選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。今回の、レース結構実力者が揃っていますけれども、走った感じどうだったでしょうか。いや、もう皆さんとても早いのでもう頑張るしかないかなって、コースの中にとどまるしかないかなっていう。
でもレースを見てる感じではかなり速かったですし、もう展開次第では全然いけると思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ぶつけないように頑張ります。こちらのこのボディですね、はい、すごく見ていても、まあ、他緑のボディあまりいないのですごく分かりやすいと思いますので、ぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。はい、GP6 クラス予選6番手の、近田選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうですか近田選手。ネオクラシックレーザーを慌てて今朝塗って持ってきて、今日もちょっとエンジョイするつもりで来たんですけど、なんか全然エンジョイできないようなリザルト、うん、5番か6番ぐらいですよね。6番ですね。6番ですよね。ギリギリ A メインぐらいな感じで、もう決勝は頑張りますよ。どうですか、やっぱり GP6 の本職の人たち早いですか。早いですね。やっぱりなんかパワーソースがいい感じですよね。あのブーちゃんの充電を除いてね。にしてもやっぱり本職の赤坂さんであるとか、あの中さん早かったですよね。早かったですね。びっくりしましたよ。もうこれから GP6 赤坂さんと中さんに教わろうかと思ってます。もう来年にあれ向けて、はい。ね、今年ファイナル出れないみたいなんで、ね、GP6 でいやちょっと鹿児島はね本当に住職はああ言ってくれるんですけど ねちょっとね厳しそうなんで、はい、ちょっと GP6 もこれから視野に入れて、はい、やっていきたいなと思ってますけど、どうですか浅場さん。いやもうマシンさえ走ればもう近田さんだったら全然もう得意カテゴリーだと思いますので。なるほど、はい、ぜひ頑張ってください。もうネオクラを買って車3台分ぐらいこう上げて走るような感じで決勝も頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。まあ、卵が多めに入ってるだけなんですけど。さあ GP6 クラス KOVS 双葉のプロポという感じになっています。さあどちらのプロポの方が有利なのか。アルカリ電池8分、燃費などもかなり影響してくると思います。さあ決勝 A 面がこれから始まります。 TQ ブー選手、2番手がラウダー選手ですね。3番手住職選手、4番手に、和佐選手、そして中選手。スタート10秒前。ネオクラシックレーサーの CKD 選手も虎視眈々と狙っています。さあスタートしました。1周目大事です。コツンしないように、あっといきなりやらかした住職、これは後で土下座確定ですね。さあトップがブー選手、2位住職、ファイナリストとは関係のない2台が上位を占めています。そして3位はひょっとしてあれは CKD 選手なんじゃないでしょうか。さあ部外者3人が上位を占めています。これは全く空気を読めていない感じですね。ファイナリストのことを全く考えていないこの上位3人、自分だけが輝ければそれでいいという素晴らしい3人ですね。やっぱこれぐらいの人じゃないと、本番でも輝けないのでしょうか。トップは、ブー選手です。早いですね。そして4番手にラウダー選手、ここまで一気に回復してきました。まあ、普通に走ればラウダー選手間違いなく速いので、まあ、前1台ずつ料理していくんじゃないかと思います。ちょっとここはラウダーさん視点で追っていきたいと思います。さあここ3台ガチですね。2位3位4位になっています。ちょっとブー選手は抜け出た感じですね。お、譲った譲った。先ほどさすがにぶつけてしまったので、まあ、これは当然といえば当然ですかね。はい、3位に、ラウダー選手上がりました。そしてここで前に、CKD 選手がいます。ここも僕の予想では、ちょうどいいところで譲るんじゃないかななんて思っちゃったりします。はい、CKD 選手、事前の情報ではですね、モーターの方を、このラウダー選手にちょっと調整してもらってかなり速くなったという話を聞いていますので、かなり、いきなり2位までジャンプしアップしてきた原動力がそこにあるのかなというふうに思います。おっとここでどうなった。住職がここで2位に返り咲いた模様です。はい、まあ、先ほど一応借りを返してますので次は譲らないんじゃないかと思います。住職さん、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 住職さ
ちなみに今ストレートを通ったのが3番手ラウダー選手ですけれども、トップの、ブー選手はもうストレートにも戻ってきています。圧倒的ですねこれは。いやブー選手これは速い。ベストラップの方はそんなに皆さん変わってないようですけれども、うん、これはすごいですね。トップがここで2番手が今ストレートですね、はい、そして3番手4番手争いがここになっています。そこからちょっと遅れたところ和佐選手がここですね。いやーすごい、ここ最近絶好調だった和佐選手一気にブー選手にこれラップダウンですね。あこれはブー選手ちょっと早すぎますね。これはすごい、ファイナリストを相手にこれだけ圧倒的な差を見せる。やっぱこのカテゴリー、ブー選手、得意っていうのがよくわかる今日はレース結果ですね。そしてこちら2番手の住職選手ですね。住職選手 GR スープラ、まあ、基本的に安定感のある走りをする選手なのでこの展開になると、まあ、2位このままキープできるんじゃないかなというふうに思います。そして3番手4番手争いがこの2台ですね。一応まあ表彰台争いということになるんですが、まあ、おそらく CKD 選手ここは無理しないでずっとついていくんじゃないかなというふうに思います。 R33GTR VS ネオクラシックレーサーというところですね。ここが2台面白そうなのでこのままちょっと追ってみたいと思います。そして後ろからはもうブー選手が迫ってきてますね。3番手までバックマーク、あの周回遅れにしてしまう圧倒的な速さです。ここで2位が変わったかな。2位が変わりましたね。ここで住職選手どうしたんでしょうか。2位3位4位が近いですね。あ、ここですね。ここもガチで江野選手 VS 和佐選手というところでしょうか。江野選手も、GP6 クラスであと一歩のところで代表権取れる取れないというかなりレベルの高い選手ですので、ここは和佐さんに、リベンジしたいところでしょうか。和佐さんここは試練です。綺麗に抜けないとやっぱりファイナルでも通用しないかもしれないですね。残り2分30秒、いろいろなところでバトルが勃発している模様です。さあここ2位争いですね。表彰台争いはもう後ろに行っているので2位と3位ということでガチバトルですね。ここはぶつけずに綺麗なバトルをしていただきたいです。少し離れて CKD さんが追っかけてきているという展開のようです。前2台が絡むと一気に追いつかれてしまうかもしれないですね。おっとやばいぞ、おっと攻めすぎた攻めすぎた。そして後ろからトップのブーセンが追いついてきてしまいました。圧倒的ですねブー選手。これは本当に、なんだっけ03のエボではなく VE プロが流行ってしまうのか。最近 VE とか VE プロが、オークションでも結構1万円以上して、なんでこんな高いのなんていうふうに言われていることがあるんですけれども、まあ、こういうふうに使う人がいるのかなというふうに思います。近田さんここでボディが外れてしまった。残り1分、近田さん残念。これトップと
2番手3番手ここですかね、2番手が住職ですね。で3番手がラグダーさんということで、どうでしょう、ここは追いつけるのか。速さの面では、ラウダーさんの方がおそらく速いと思うので、まあ、でも住職後半に、ラップを上げてくるような、人なので、このまま逃げ切るかもしれないですね。この2番手争いがおそらく一番今楽しいと思いますので、このまま追っていきたいと思います。さあどうでしょう、残り20秒、残り2周か3周か、ちょっとこのままだと厳しいですね。住職がちょっとこすってくれればいけるかもしれない。厳しいか、ラウダー選手このままゴールしちゃいそうですね。ここはワサ選手 VS 榎本選手、ワサさんが逃げ切りました。優勝はこちらでしたね、ブー選手、圧倒的な速さでした。はい、というわけでレースが終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、まあ順位的には4位になった中さんですけれども、はいはい、まあ上にいたのが優勝したブーさんと住職は、あの GP6 クラスのファイナリストではないので、まあ、実質的には2位だったのかなというところなんですけども、まあ、レースの感想いかがだったでしょうか。いやもう早い人たちだけしかいないっていう感じだったので、もう精神的に疲れました。頭が痛いです。でも優勝したブーさんが、いや中さん早かったねってすごい褒めてたので、ファイナルもこれいけるんじゃないですかね。もうあのコースの中に飛び出ないように転げないようにだけをもうちょっと気をつけて走るつもりです。あのファイナルに向けて、まあ、メンバー、まあ、この人には負けたくないとか、この人ちょっと早いから要注意だとか、そういう方誰かいらっしゃいますか。いやもう皆さん早いんで、なんかもう自分との戦いでしかないです本当に。それすごくいいと思います。僕もあの前にプロダクションクラスで、ファイナル出た時はもう僕自分でも全然上行けると思ってなかったので、もう自分との戦いでミスなく走り切って、まあ、最後ゴールした時に何位になってるかなというふうに思ったら、予選で1位取れて、決勝でも2位だったと、まあ、自分でもびっくりの成績残せたので、まあ、割とあまり和田さんのようにカツカツしてない方がいい成績残せるかもしれないので、ぜひマイペースで頑張ってください。はい、頑張ります。はい、どうも、まあ、4位ですけど、まあ、おめでとうございます。お疲れ様でした。はい、というわけで、こちらですね、GP6 に確か出てたと思われる2人がいらっしゃいますので、なんか体育座りしてやさぐれてますけど、ちょっとお話を伺いたいと思います。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。和佐選手と榎本選手です。最後はずっとお二人バトってましたね。はい、どんな気持ちでバトってましたか。ちょっと箱根大会では榎本さんに負けちゃったので、ここでリベンジ果たせてよかったです。追いついたら殺そうと思ってました。いや殺しちゃってよかったんですよ本当に。危なかった。あの一応先ほどですね、まあ、中さんの方に、まあ、ちょっとお話を伺ってきて、中さんはもう皆さん周りの人は早い人ばかりなので、もう自分との戦いですという素晴らしいコメント残されていたんですけども、和佐さんは追いついたら殺せばいいとか、そういう感じなんですかね。なんかコメントでも負けてる気がしますね。いやね、さっきも殺しちゃったからごめんね。やるかやられるか、まあ、ある意味ライバルなんでもうバチバチですよ。まあ、という感じで、まあ、和気あいあいと、GP6 クラス、まあ、レベルが高いながらも盛り上がってやってますので、来月いよいよファイナルがありますので、和佐選手、まあ、残り1ヶ月本当に練習していただいて、まあ、なんだろう、まあ、楽しくで結果は後からついてくるものだと思うので、まあ、なんだろう、終わった時にこう満足できる形でぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。榎本さんも新宿に来てくれるそうなんで、見かけたら声かけてください。はい、というわけで今回は12月30日ぐるぐるなります本店さんの、年内ラストレースの GP6 クラス
をご紹介しました。わささん、どうもありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。